集合住宅における家庭用蓄電池、太陽光や系統連携も可能な小型モデル登場というニュースですね。まあ、集合住宅における家庭用蓄電池っていうのは、あまり今のところね、多くは作られてきてないという感じです。まあ、団地というのはね、まあ、アパートとかマンションとかも含めると、相当その集合住宅用のものっていうのは、今までですね、あまりなかったですけど、都心部にやっぱりね、そういうのはある程度集中はしてるとは思うんですが、これね、集合住宅っていうものだけに考えないで、いろんな用途に考えていくと、ちょっと面白いかなと思います。要するに家庭用よりもちょっとパワーのある蓄電池として考えるということですね。で、系統連携ですとか、太陽光との、まあ、太陽光との系統連携も可能なモデルということで、まあ、ちょっと大きめの、容量のある蓄電池なんだけれども、まあ、今のところは、集合住宅に、ね、使うということなんですよね。はい、ヘッダーで読んできます。住友電工は2021年2月26日、小型モデルの家庭用蓄電池システム、パワーデポ、このハテナっていうのがよくわかんないんですけどね、これ多分打ち間違いじゃないかなと思うんですけどね、の販売を開始すると発表した。太陽光発電や系統との連携が可能なモデルのリチウムイオン電池で、小型かつ軽量の特性を生かし、マンションなどの集合住宅にも置けるのが特徴だということですね。住友電工は2021年2月26日、小型モデルの家庭用蓄電池システムパワーデポの販売を開始すると発表した。太陽光発電や系統との連携が可能なモデルのリチウムイオン蓄電池で、小型かつ軽量の特性を生かし、マンションなどの集合住宅にも置けるのが特徴だということですね。新製品は蓄電容量 3.3kW で、2台設置にも対応可能。外径寸法は550、275、760mm で、かなり小さいですね、これね。厚さがだいぶ少なくなってきているのが大きいかもしれないです。筐体のスリム化と、冷却ファンレス化により、設置に必要な最小スペースを従来モデルと比較し、幅と奥行きとも、約 30% 削減しているということですね。本体重量は約 52.5kg で、こちらは同 5% の軽量化に成功したということです。まあ、こんな感じですね。まあ、ここについてくると。で、やっぱりこれ、売電も、このシステムの場合ですと、やってくるということですね。で、インターネットの、ブロードバンドルーターからリモコンでいろいろと操作もできますよということですね。低角出力は系統連携時、1000ボルトアンペア、2台では2000ボルトアンペアかな。あ、ちょっとこれの、なんていうんですかね、こう単位の部分が間違ってたら申し訳ないですけれどもね。約3時間の出力が可能。独立時の、低角出力は1500ボルトアンペアで、出力可能時間は2時間となっている。意外と少ないですね。動作、温度範囲はマイナス10度 C から40度 C に対応し、屋内に加え屋外にも対応すると。沿岸地域など一部対象外エリアを除くということですね。まあ、リチウムイオン電池ということと、まあ、連携によって3時間、自立によって2時間ということなんですよね。まあ、動作温度もいいとして、重さとかね、大きさっていうのもあれとして、ちょっとどうなのかなっていう感じなんですよね。台風などの予測可能な停電に備え、簡単なボタン操作で充電を開始できる機能なども搭載するほか、無料で稼働状況の見守り及び故障時の対応サービスも提供するということですね。すいません。まあ、蓄電池の、ここのところね、ニュースが多くて、それをお届けしていることが多いんですけれども、ちょっとね、性能的にどうなのかな、値段的にもね、こう見合うものであれば、まあ、この性能でいいのかなっていうところはあります。で、集合住宅でね、自立型で2時間しか持たないって、はっきり言って、蓄電池として意味のあるのかなという気はするんですね。まあ、連携してて3時間持つという感じなんですけども、例えば夜のね、時間帯なんかでは、太陽光が発電しませんので、ここから出すとかね、そういった形になると思いますし、まあ、連携ともうまくやっていかないといけないっていう感じなんですけども、
難しいとこですね。やっぱりね、リチウムイオン電池って小型化はできるんですけども、結構ね、制御が難しいらしいんですね。これ以前にもちょっとお話しした方も、かもしれないんですが、今、テスラですね。テスラが、非常にいろいろな大きさの、蓄電池を作ってるということなんですよね。で、これ日本の、あそこですね、松下さんじゃない、今松下さんって言わないですけども、あそこと連携して、生産をね、松下がやってるって形なんですけど、テスラはですね、そのリチウムイオン電池の肝の部分を担ってるという形で、そこの制御の仕方、これね、大型化するとね、結構制御がすごい難しいらしいんですね。例えば、この温度管理とかをですね、しっかりやらないと、すぐにパンクしちゃうんですよね。よくスマートフォンだとか、リチウムイオン電池の入れている、小さなリモコンキーとかですね、そういったもので、電池の部分がね、パンパンに膨らんだりすることないですかね。あれは充電回数とかがね、ダメになって、おかしくなったっていう場合もあるんですけど、過充電とかですね、充電しすぎによって、電池が膨らんでしまったとかってですね、そういったことが多いんですが、小さい電池ですら、ああいう現象が起きるんですね。ものすごい熱を持ったりとかします。で、火災が起きたりとかですね、やっぱいろいろトラブルが多いんですけど、そこの制御の部分が、電池の中に入ってたりとかですね、そういった部分で、結構大変なんだというところですよね。あるいは、リチウムイオン電池に充電する、あるいは放電するっていうシステムを、この使う側でね、組んどかないといけないらしいんですが、そこの部分のコントロールがうまくいかなくなると、そういうふうな形になってしまうということなんですよね。だから非常にこのコントロールが難しい部分で、そこの肝の、部分ですね、コントロールの部分っていうのを、テスラはがっちりと握ってですね、松下さんに、松下さんって言っちゃいけないんだけどな、ちょっと出てこないんだよな。そこにですね、渡さないという形で、契約をね、しっかりと取ってるとらしいです。だから確かにね、そういったシステムの部分をきちっと組めるようなメーカーさんがこれから出てくるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけどね。特許開放はね、まずしないでしょうね。これからも研究が必要な部分なんですけどもね。で、電池に関して言うと、こういったね、動かさないところの部分にリチウムイオン電池を使うかどうかっていうのは、私はちょっと懐疑的なんですね。なぜかというと、大きくても重くてもいいから、もっと簡単なシンプルなシステムにした方がいいかなというところですよね。で、以前にですね、空気の圧縮で、行う蓄電池っていうのもね、ご紹介したことありますし、あとはですね、液体の、ね、化学反応で行う、ちょっと今、すっと名前が出てこないんですけども、かなり大型化にね、対応している蓄電池っていうのもあります。これはね、常温常圧でね、行えるということなんですけども、液体の状態なのかな。よくバッテリーっていうのはね、液にもなってますけど、そういった液の反応によって蓄電したり、放電したりっていうことをね、システム的に行えるものがあります。これもね、ちょっと熱が出るらしいんですが、かなりの容量の、電池をね、蓄電できると、電力ですかね、蓄電できるということなんですよね。それと、あとは水素でしょうかね。水素の場合は、これもね、効率は悪いかもしれませんけれども、水素に転換したり、アンモニアでもいいと思うんですけどね、そういったものとの、連携によって、作っていくということ。できます。水素の場合はね、圧縮して空気、気体としてね、置いとくのか、それとも液体として置いとくのかっていう部分でも、いろいろとね、できるんですけども、液体で置いとく方が、理にかなってるかなという気はしますね。メチルシクロヘキサンなんかがやっぱり一番いいかなと思うんですけども、そこのね、変えるシステムっていうのがまたね、ちょっと大掛かりになっちゃったりするんですけども、ただね、目減りしないんですね。例えば水素をそのメチルシクロヘキサンから取り出したり、
あるいはメチルシクロヘクサンにする際にほとんどロスがないっていうのがね、結構いいところなんですよね。だからまあトルエンが必要なので、まあ石油のね産業がまだ生き残れるっていうところもあるんですけども、まあ、そういった形でですね、保存も効くということですね。で水素にすることによって、まあ、ガスとしての機能ですよね、そこら辺も期待できますし、燃料電池と使ってねやることもできますよね。で、まあ、燃料電池がやっぱりシステム的にどれぐらいの耐久性があるのかっていう部分もあるんですけども、ちょっとシステムがね複雑になるかもしれませんが、まあ、そういった形で蓄電をしていくっていうことですよね。で中にはね揚水発電所もいいよなんて言ってる人もいるんですが、まあ、あれは原子力のね、蓄電をやるために無理やり作ってるようなものかなというところがあります。あれもねなかなか容量はあるしいいとは思うんですけど、やっぱ環境破壊面がね私は大きいかなと思います。やっぱり大きな湖ですよね、そういうレベルじゃないとあれは、まあ、作っとく意味がないかなと思うんですけども、そういったものでやっておくとちょっとねパワー、まあそれもそうですけどパワーはね保てると思うんですが、まあ、なかなかねその大きさのものをねまた建築する作るってなるとですね、まあ結構自然を破壊しないといけないし、まあ、村を沈めるとかですね、そういうことにもなりかねないですよね。だそこまでの大容量のものが必要なのかどうかっていうのは、やっぱりいろいろ議論しなきゃいけないところだと思いますよね。で、まあ、ね、以前から、まあ、最後の方にちょこちょことお話をさせていただいているんですが、まあ、フリーエネルギーというものが、今後ね、出てくるようになってくるとですね、これがどのようなサイズで発電できるのか、どれぐらいの大きさのものなのか、どんな技術力がいるのか、どんな原料がいるのかっていうことによっても、どれぐらい作れるのかどうかっていうのもね、こう変わってくるし、コスト的な問題もそうだし、広がっていくのかどうかわからないんですけど、これができるとですね、まあ送電網もそうですし、蓄電池もあんまりいらなくなるしっていうことになるので、まあ、太陽光発電自体もね、そんなにいらなくなるということにもなってきますので、まあ、激震しますよねっていう感じですよね。まあ、どうなっていくのか、そこら辺は、特許開放がね、いつ行われるのかっていうのは分からないんですけど、まあ、おそらくですね、電力会社の力が強い、政府の力が強い、官僚の力が強い日本は、先進国の中でもね、結構遅れていくんじゃないかなと思われるんですけれども、まあ逆にどっかアジアの国でですね、採用されて一気に広がる可能性もあります。で逆に、遅れてで、ね、日本に入ってくるなんていうこともね、考えられなくもないですね。そこら辺は私もすごい期待してるんですけどね。やっぱりまだまだですね、アメリカの政治の状況っていうのは、まあ、トランプさんが結構勝ちつつはあるんですけれども、やっぱりそのメインストリームで行われてる報道なんかを見るとですね、全くそういうのは全然わからないですし、インターネットの中でもですね、どの情報を見てるかによってですね、結構その変わってきてるという形ですね。この間もたまたまそういったその政治の話というかね、アメリカ大統領選の話になってですね、もうトランプさんをね、もうクソみそにこき下ろしてる人がいたんですよね。で、その人が見てる情報のソースっていうのは、やっぱりそのインターネット上のものだったんですけども、やっぱりそのトランプさんの女性問題とかですね、訴訟問題についてやっぱりいろいろと言及してましたね。でももっと大きなレベルでの、まあ、そういったね、そう性格的なものとか、私もトランプさんは完璧な人間だとは全然思ってないですし、ちょっとねそういう欲にまみれたところはあるのは間違いないです。そうじゃなきゃね不動産王なんかなれるわけないんでね、まあそれはそれでね、ああいう勢いがある人じゃないと逆にね大統領になれなかったんじゃないかっていうところはあります。でもそういったバックボーンがあるからですね、彼は大統領として全く給料をもらってないですね。年間1ドルですよ。1ドルって100円でしょ、今ね。100円ちょっとぐらい。そんなの給料もでも何でもないですよね。で自分のお金を使って実はね、いろんなことをやってたりします。道端で会った人にね、お金渡したりとか、困ってる人にですよ。まあ、誰でもないんですけども、まあ、もちろんトランプさんを助けたりとかしたような人に、家族中にですね、困ってる病院の費用とかですね、そういうのを送ったりとかっていうのも、
エピソードとしてあるわけですね。これもね、インターネットでもそうですし、ほとんどね、まあ、メインストリームでは絶対流れてこないようなニュースなんですけども、まあ、そういったこともしてる人なんですよね。で、彼は、私ね、一番思ったのはですね、どっちかというと、その DS 側に行けるような人間なんですよ。めちゃめちゃお金も持ってるし、法律も変えられるし、で、ね、悪どいことをやってですね、お金をやろうと思えばですね、全然稼げる人間なんですよね。だけど、それを一切やってないで、自分のお金を使って、まあ、まずね、そうだったら、大統領の給料ももらいながら、そういう悪いことをすると思うんですけど、まあ、私が知る限りですね、そういう人間じゃないっていうのが、やっぱりわかるんですよね。いろんなそういうところも見てて。で、やっぱり日本の行動もそうですし、世界のそういった、まあ、英語の言語でもそうですけども、そういった報道が、まあ、まずねじ曲がっちゃってるっていうのがですね、すごくやっぱり分かってきてるということですね。まあ、DS 側とかですね、カバール側とは言われたりしますけれども、そっち側のやっぱりその報道の力、まだね、残ってるんですけども、いろんなことをしてですね、もうなりふり構わずと言った方がいいかもしれませんが、形を変えてきているというところですね。でもね、最近やっぱり分かりやすいのは、そういったカバール側というか、DGS 側というか、それに、加担してるかどうかも、まあ分かってる人も分かってるかもしれませんけど、分からずにやってくれる人も含めてですね、非常にこの白黒がね、分かりやすくなって、きましたね。まあ、これはトランプさんのおかげかなと思います。まあ、それにですね、いろいろと個人で発信している人たちのおかげかなと思うんですけども、やっぱりその一度ね、こうやって目覚めてしまうと、いろいろとね、報道によってこうねじ曲げられたりする部分はまだまだあるんですけど、長年ずっとですね、こう見ていくことによって。一度こう目覚めてしまった人っていうのはですね、そう簡単にはやっぱりもう騙されなくなってきてますし、まあやり方もですね、大体同じようなやり方でやってきますし、まあシンプルなんだよなっていう感じです。で、それによって、あ、DS 側なのねとかですね、まあ分かってないけど DS 側の方行っちゃってるねとかですね、あ、この人は完全にですね、そうじゃない、目覚めた人だなっていうのが、だんだん分かりやすくなってきてると思います。まあ日本はね、相当まだこうハマっちゃってる人多いと思うんですけど、でもそうじゃなくてもですね、海外に住んでる日本人とかがいろいろこう発信してきてますし、日本ではこういうことを言うことすらですね、はばかれるような形になってるので、まあ私もですね、こうやって動画の最後にしかこういうふうに言わないようにしてるんですけども、でもね、気づいてる人はもう顔出しして、いろんなことをやってきて、まあ今ではそんなことをやるだけで相当攻撃されてると思うんですけど、まあ、例えばね、567、まあこれもね、隠語としてわかると思うんですけど、567、567、567ですね。に関してもですね、そういった隠語を使っていろいろ喋ってる人いますけど、まあ、普通に喋ってる中で、やっぱりおかしいよねって思ってる人結構いっぱいいますよね。今、外に出れないとか、話ができないとか、会って話ができないっていうふうに、なんでね、緊急事態宣言とかでやってるかっていうと、そういうことなんですよね。そういう話ができないと。で、話をしてるだけで結構いろいろ気づく人っているんですよね。おかしいなと思って、いや、そうじゃないよと思ってやってる人もいるけど、まあ、こういう自由をなくしてるやつらは何なのかとかですね、どういう目的なのかとかですね、なんでこんな風になっちゃったの、本当にコロナってどうなの、あ、言っちゃった。567ってどうなのかなって。やっぱりね、もう、あらゆる年齢層の人ですよね。若い人なんかは、SNS で結構いろいろ知ってたりするんで、表には出さないですけど、かなりね、知ってる人は知ってるし、私より全然詳しい人も結構いっぱいいると思います。ただね、表に出さないってだけでね。はい。まあ、知らないのは小学生とか中学生ぐらいですかね。さすがにそこら辺になると、なかなかね、情報にアクセスしてもよくわかんないかもしれないんですけれども、まあ、高校生ぐらいになってくるとね、スマホ持ってたりとかもしますし、まあ、パソコンも使える子は使えるでしょうからね、やっぱりいろいろと情報、まあ、SNS から勝手に入ってくるかもしれませんし、
バーって自分で調べていけばですね、僕なんかより全然スピード早く調べられると思うので、まあある程度のことはね、前提的なことを含めて分かってしまえば、そうだよねってことになってくると思います。で、そういう人がこうどれだけね、潜在的に増えているかどうかで、やっぱりこう日本の社会もね、一気にひっくり返るんじゃないかなって私は思ったりしますよね。はい。まあそういったところでですね、まあある程度の年齢いったりとか、そういうエネルギー関係に勤めてるとか、教育でもですね、ずっとそういうふうにこう習ってきた人間っていうのが、やっぱりなかなか変えられないのかなと思います。30代、40代、50代、もうその上はもちろんですけども、テレビとか新聞とかでしかね、見てない人なんかいっぱいいるんで、そういう人なんかはね、やっぱりね、そうそうは変えられないと思いますよね。で、おまけにいろんな人とも喋ることもね、制限されちゃっている中ではなかなか難しいと思います。でも困るのはね、やっぱり中年ぐらいの人たちですよね。それぐらいの人たちがやっぱり徐々に目覚めていかないと、なかなか世の中変わっていかないだろうなという気はします。私はもうね、ずいぶん前からいろいろなその情報を集めてて、まあ、日本でもね、割と正確なというか、まあ面白い情報をこう提供してくれてるのは本かもしれませんね。なかなか、だからね、出版社は私は日本の中では頑張ってる方かなと思います。DS に組みせずにですね、そういう本を出してると。発揮になってるのも結構いっぱいあると思うんですけどね。今はもうね、難しいですね、なかなか。昔に出した本とかをね、古本屋とかで買うとかね、まあ Amazon で買ってもいいんですけど、そういうので集めていろいろ調べていくといいと思います。特にね、小室直樹さんの本は、やっぱり非常に勉強になると思いますね。あとね、ポイントとしてはですね、お金の流れを追っていくっていうのはね、絶対必要ですね。これを追っていかないと、DS 側の動きとか、まあトランプさん側の動きっていうのも、やっぱりよくわかんないと思います。自分なりでいいと思います。調べられる範囲でいいと思いますけど、そういったお金の流れっていうのが、やっぱり必ずね、裏にはありますので、そういったところを追えるような人は追ってってみると、あ、そうなのねっていうのがいろいろ分かりやすいんじゃないかなと思いますね。はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。